皆さんこんにちは、ケンダイムティーバーです。今日は朝トレの延長で、美濃周辺のトレイルにやってまいりました。あーなんか投げてる人おる。そうなんですよ、今日はねソロじゃなくて、五六師匠とね一緒におります。五六師匠今日もね顔出しちゃダメなんで、ちょっとバイク紹介だけ先に始めていきたいなと思いますね。タタン、前私の動画で五六師匠のエピックは紹介したか、ちょっと記憶が定かじゃないんですけども、こちらが五六章のエピックです。かっこいい色ですよね。なんという大人の色なんでしょうか。これは何かの限定モデルカラー的な感じですかね。まあ、ちょっとこの辺は深く突っ込まないようにしておきたいんですが、いやもう有名のパーツがねめちゃめちゃ入ってます。スラム GX ですね、電動コンポですよ。いやもういつか入れたいっすよね。あとね、いろいろ注目するとこはたくさんあるんですけども、このカーボンリム見覚えないですか。はい、実はねこれ私がリアに入れているカーボンリムのつがいなんですよね。五六師匠からリアの分をね譲ってもらって、五六師匠はですねこちらです、ネクスティというねカーボンリムをね入れてらっしゃるんですね。それで放出されたやつを私が安く譲っていただいたということになります。なのでまあ今日ですね、あそこに私のアルティチュードリア入ってますけど、はい、あれのリアとこのねフロントはセットだったということですね。もうね注目すべきとこたくさんあるんですけども、忙しいな。まずこれでスラムのメイベンですね、入ってますよ。まあ、当然前後でね入ってるんですけども、これがですね、実はねこう動画には上げてないんですけども、これ試乗させてもらったことあるんですね。その時は ARC だったんですけども、むちゃくちゃブレーキ効きました。ミノの B ダッシュだったんですけどね、もう超安心っていう感じのねブレーキですね。180mm ローターでももうバイトがすごい、その制動力たりは本当ねモトクロッサー並みの制動力っていう感じでしたよね。ブレーキのこちらキャリパー側なんですけど、ごっついですね。まあ、この辺の多分重量増っていうのをこういったカーボンとかね、あるいはハブとかで軽くしてバランス取ってるっていう、もうものすごい考えられたパーツ構成ですよね。あとねこのハンドルバー、これもね私もちょっと次入れてみようかなと思ってます。私ねハンドルバーをカーボンに変えるのがちょっと当面の目標なんですけども、ネクスト R をねレースフェイスに入れようと思ったんですけど、これ見てからですねプロテーパーちょっとね欲しくなりましたね。他にもいろいろありますが、ペダルですね、5デブの入ってます。めっちゃ薄いです、極薄、1センチないですね。ピンもしっかりと5ミリほどあるので、これは食いつきそうですね。シャフトの部分もちゃんと、平らく処理されているので、ピンも高いからこれ絶対食いつくやつですよね。もう見たら分かります。そうそう忘れてました、フロントフォークはケーンクリークって書いてます。すいません、このブランドは全然、まあ、ケーンクリークは知ってるんですけども、サスも出してるって知らなかったですね。ちょっと家帰ってチェックしてみたいと思います。ものすごくこれもいい色ですね、全体的に大人の色でね。で、こちらハブがですねインダストリー9の見えますかね、ハイドラが入っています。かなり長くこちらを愛用してるってことなんで、やっぱ E ハブはね高いんですけども、1回買うと自転車乗り継いでいってもねちょっと引き継げるからいいかなという感じもちょっとしますよね。フロントがですね、これ何やったかな、はい、レイノルズですね、ストレートスポークになっています。まあフロントの軽量化を図るにはフロントのハブをねいいやつに変えるというのが一番早いというふうに、師匠からアドバイスをいただいたので、私もフロントハブはちょっとね優先的に変えていきたいなと思います。はい、以上、また気になるところだったら五六章に聞きますので、コメント欄で何なりとお寄せくださいませ。めっちゃかっこいいカラーですね、これ光の当て具合でねちょっとこう赤が入るんですね。この辺わかりますかね、この辺のラインめっちゃいい色やな、これこれはいいですよね。早速走っていきましょうか。私トーク長すぎて、師匠向こうでつまらなくしてます。師匠すいません、お待たせしました、撮影終わりです。あ、電話ね、 OKOK。 で今日はね久しぶりのアルティチュードですね。これね登ってくるときにね五六師匠とお話してたんですけど、ちょうど昨日上げた動画で
マウンテンバイクをもっとね楽しむコツっていうことで、手間をね省く、小さくするっていうコツを言ったんですけども、まあ5、6章も、賛同いただいて、まあそれを言うならこれもね、ポイントだよっていうことを教えてもらいました。それは、バイクが軽くなると手間が小さくなるっていう説です。いやそれ聞いてねそうかもしれないなと思いました。っていうのは残念ながらねアルティチュードが登場する場面って主にゲレンデとかねちょっと速度が出るあるいはギャップが大きい、まあ、このミノー周辺のね取れるぐらいなものであとはもう大体グラウラーなんですよね。なぜかっていうとやっぱりねアルティチュードこれアルミフレームっていうことあるんですけども、高速域では非常に安定するんですがやっぱね低速域では重くなるだけなんでトレイルにはあんま向いてないんですよね。なのでまあエピックのようなバイクは結局ですね一番日常使いとしてはパッと出動して現場でもかなり楽しい思いをしてねで帰ってくるという意味ではもう一番バランスがいいのかなという感じがちょっとしますよね。はい、ということで、マウンテンバイクを突き詰めていくとなぜカーボンフレームとかショートストロークになっていくかっていうと、結局ね軽いイコール乗り出すまでの手間が小さいということになるからより楽しく続けられるということなのかなと。あとはマウンテンバイク続けていけばいくほどまあ、レース出てる方は除いてですけどね速度域ってね逆にね落ちていくんですよ。そんな危険なことせずとも、まあ、楽しいってことが分かるからなんですけども、まあ、そういった意味でもですねやっぱショートストロークになっていくのかなっていう感じがちょっと今日ね、師匠と話していて思いました。やっぱねこういう会話押し上げしながらの会話っていろいろ情報が頭に入るから刺激になりますよね。ということでもうこれだけで動画一本できそうなんですけども一応ね後ろからやったら多分撮っていいかなと思うので5、6師匠にちょっとお願いしてですね後ろの追い撮りを撮らせていただこうかなと思います。ちなみにね私のアルティチュードのこのカーボンリムに入っている XT のハブですよね、白馬岩岳ではものすごい不安を煽るような不安定な音がねラチェット音が、バームのたびに、ウィンウィンウィンってなってたんですけど白馬から帰ってきて、まあ、1回ねこれトドロミで乗ったんですね。乗るたびにですね音がまあ当初の設計通りの無音になって今完全無音になってます。で低速になったらばラチェット音が聞こえるはずなのに逆にラチェット音が全く聞こえない。低速になってもねよう分からんな。まあでも静かやからいいかという感じでね、ちょっとしばらく XT、使ってみようかなと思っています。まあ、今日のライドで一回音ね無音になってるのを確認してみてくださいね皆さんもね。全く音しないです今マジで気持ちいいぐらい。私個人的にはねこれ意見分かれると思うんですけどもあんまラチェットはねうるさくない方が好きなんですよ実は。なのでまあ無音っていうのは非常に理想的ではあるんですよね。だからちょっとこの状態をぜひこの XT ハブちゃんはキープしててほしいものですね。長期検証に入っておりますがとりあえず今はねいい感じです。いつでも OK です。いやさすが師匠早いしうまいね。久々じゃないでしょこれ昨日来てましたかレベルですよこれなんであんな軽く走るんですか。自転車軽いからかちょっと気持ちいいですね見てるだけで。ナイスランでした。じゃああそこちょっと途中のダラダラコーナーのとこまでちょっと行ってきます。ありがとうございます。
エピック市場です。よし、うわ軽っ、またがってわかる。じゃあちょっと行ってきますね。えいっ、うわこれは飛び跳ねられるよな、はあ、さっきねちょっと録画しなかったんですけど、師匠からいろんなアドバイスいただいてね、ちょっと私無駄な予備動作がめちゃくちゃ多いことにめちゃ気づきましてですね、トレールをこうつなぐようにこう、プッシュしていくっていうね、そこの路面を読むっていうところはちょっとまだまだ甘いなと。でこういう軽さがあると、まあ、その路面を読むときにそのつなぎ方っていうのが多彩なバリエーションになるっていう印象がありますよね。サスの特性もねやっぱりこうだいぶ違います。ここにピボットがないから初期は柔らかく動くんですけど、そっから先すごくスコーンと入るようなね、そんなイメージは確かにありますね。随分特性違いますね。その分なんかリバウンドを強めてるっておっしゃってました。まあなんかね、師匠はほんまにね全てを理論で、裏付けしたセッティングをしてるっていうのがねすごいですよね。いや見習いたい。ナイス、見事なラインやな。自分が行ってるとこと全然違うライン。そうなん、真逆と言ってもいい。真逆、ちょっと研究しようこの動画で。おお、そっち行く。うお。こんにちは。あ、こんにちは。あ、小見さんですね。あ、いやいや、どうもご無沙汰しております。よく B ラッシュとかでお会いして、はい、ベンチで、はい。ありがとうございます。あ、もう全然ね。お願いします。じゃあ私はこれで。はい。またご一緒しましょう。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。動画映っちゃっても大丈夫ですか？あ、大丈夫。あ、本当。いかがでしたか？五六師匠のように長くねマウンテンバイクを続けている方って速さより楽しさ重視っていうね声をよく聞くんですよね。なのでバイクのチョイスも走破性が高くて包容力のあるエンデューロータイプよりも多少ねストロークが短くても
軽量さを生かして自由に振り回せるトレイルバイクにね、回帰していくというのもですね、理にかなっていますよね。とにもかくにも軽いバイクは乗り出すまでの手間が小さくなって楽しく続けやすくなるというのはですね、まあその通りかなと思いました。しばらく軽いパーツへの交換欲が高まりそうな予感です。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。